すみません。ただいま、紹介に預かりました。70周年記念出版委員会の委員長を務めさせていただきました。中村義明と申します。えっと、皆さん、えー、ご存知の通り、えっと、我々、生物生産学部の前身にあたる水畜産学部が1949年5月に設置されました。そして、えっと、2019年に70周年を迎えるにあたって、えっと、当時の執行部のミーティングにおいて、 70周年の記念するような新しい出版物を作ろうというそういう案が出ました。そして、えっ、ー、とですね、当時の、えっと、三本木学部長に、自由な発想で高校生や社会人が手に取るような魅力あふれる本を作ってほしいというふうに依頼されました。そして、もう先ほど平山先生よりお話があったように、 えっと、生物生産学部4プラス1プログラムということで、それぞれのプログラムから若手教員が選出され、当時の執行部であった坂井先生を加えて、計7名で、えっと、この本の、えー、企画から出版まで、えー、進める運びになりました。で、えっと、発足は、えっと、私調べたところ、2019年6月3日に第1回会議をしたということで、 およそ3年半かけて、えっと、この本を作りました。最初の2年間はもう企画の立案、ブラッシュアップを続けて、最後の1年半が、えっと、企画の持ち込みと出版というわけです。でですね、えっと、本学部をアピールするような、そういう本にしたいということで、えっと、学部に所属する30名の教員に協力していただいて、執筆しております。 えっと、後ほど、えっと、各、えっと、著者について紹介いたしますので、ここでは、えー、各個人の名前については、えー、っと、割愛させていただきます。で、今回の、えー、書籍ですけども、生物生産学部の面白さと、えー、っと、この未来について、わ、まあ、かりやすく図解としてまとめた。そして、農学研究の多様な魅力をこうギュッと閉じ込めた。そういう図鑑になっています。 えっと、全部で5章から構成される、この新書籍ですが、まず第1章、鳥類のサイエンスというタイトルで鶏に,について自説しております。えっと、つきえ先生とえ私が、えっと、本学部でえと維持、経済維持している日本系についてえ図鑑を作って日本系の素晴らしさっていうのをまあアピールしております。そして西堀先生には、 えワと、リの起源と伝播について、えー、そして新井先生には健康的な管理について、えー、紹介していただいております。で後ほど私、えー、お話しさせていただきますが、ニワトリの最先端の保存法についても、えー、と紹介しております。そして、えー、と松崎先生と堀内先生にはニワトリの遺伝子組み換え技術、特に、えー、と卵での、えー、と有用タンパクの、えー、と作成について分かりやすく紹介していただいております。 続いて第2章、哺乳類のサイエンスとなっておりますが、えっ、ー、と、乳業を中心に哺乳類について紹介しております。で、えっ、ー、と、瀬尾先生には、えっ、ー、と、生物生産学部の付属の農場と、あと、えっ、ー、と、最近のトピックである動物愛護について、野良猫と人との関係について、えっ、ー、と、わかりやすく図説していただきました。また、えっ、ー、と、黒川先生には乳業の一生について、そして杉野先生には、 乳牛の健康的な管理について紹介していただいております。また、島田学部長と梅原先生には、本学部のトピック、研究トピックの一つである種産み分け技術について、マウスでの技術開発から豚への応用までわかりやすく解説していただいております。第3章、農業と昆虫のサイエンスでは、 え、主に稲と昆虫について自説しております。えっと、上田先生には稲の在来品種の非常にユニークな図鑑と、え、沿岸に強い稲について、えー、わかりやすく紹介していただいております。また、えっと、若手の田中先生には稲の形作りについて、え、長明先生には、えっと、中山幹部での、えっと、農業の問題と、まあ、これからについて、スマート農業を絡めながらわかりやすく紹介していただいております。 大村先生、太田先生、河合先生には、それぞれ腸の匂い、有機化合物、そしてゆすり化といった非常にユニークなトピックで、わかりやすい図鑑を作っていただきました。第4章、海洋のサイエンスでは、海の生物や環境についてわかりやすく図説しております。本学部の練習船である豊島丸ですが、これについては平山先生にわかりやすく図説していただいております。 また、えっと、富山先生と若林先生には栽培漁業と養殖業について。そして本日講演いただく浅岡先生には栄養園の管理について記していただきました。また、えっと、加藤先生には海藻の多様性と環境変化について。そして、えっと、一般の方にも楽しんでいただける橋休めとして、美味しい海の未利用資源。これについては若林先生と加藤先生、酒井先生に執筆していただきました。 第5章、食品と微生物のサイエンスですが、こちらでは食,食品と微生物について図説しております。本日講演いただく山本先生には、食品工場の図説と,、えー、と食べる DNA ということで、えー、お話しいただきます。そして、えーと、小泉先生には、チョコレートを例に結晶と美味しさや品質との関わりについて。 また、柳中先生には、健康状態を可視化できる最新のモデルマウスの話について。そして、中山先生には微生物と食の安全について。船戸先生には酵母根のものづくりについて、それぞれ執筆いただきました。そして、現在、イギリスに留学中の藤井先生には、タンパク質の立体構造について分かりやすく図説していただいております。本日、藤井先生には、えっと、 オンンライで、えっと、まあ、我々のこの企画構想っていうのを非常に2年かけて練り上げたわけですけども、まあ、こういった構想を書籍として形にするというプロセスを非常に苦労しましたそしてまあいろんな出版社を検討した結果 今回、えっと、天文や水産系の専門書を中心に発行している出版社である、厚生者、厚生格者のお世話になりまして、えー、形にすることができました。そして、えっと、もう編集の過程でもう常に、えっと、心温かい CM をくださいました担当の河野さんには、この場を借りて厚く御礼申し上げます。えー、もう一つ。 えっと、たくさんの方に呼んでいただくために、えっと、思わず手に取りたくなるような表紙をデザインしたいということで、えっと、イラストレーターのこのリンプンアスさんに、えっと、今回の表紙のデザインを依頼しました。彼女はこの女性とか、その柔らかいタッチのデザインを非常に得意とするんですが、 一方で、このセル・ステム・セル、セル・メタボリズム、イミニティなども、えっと、超一流の学術雑誌の表紙をデザインするなど、えっと、サイエンス・イラストレーターとしての一面もあります。そして、ま、今回の企画を、え持ち込んで、えっと、デザインしていただいたのが、ま、こういう、え今回の表表表紙と裏表紙になるわけですが、えっと、素敵なデザインを作っていただくことができました。 このようにして70周年の記念出版物、作ると食べるをつなぐサイエンス。最先端の生物生産図鑑が完成しました。えっと、作ると食べるをつなぐサイエンス。略して、ま、つくたべですけど、つくたべの世界へようこそ。本日は、えっと、この4名で講演いたします。どうぞよろしくお願いいたします。